プレーリー・オーイスターは、鶏卵の卵黄を、主材料とした、ノンアルコールカクテル。名称は直訳すれば、大草原のカキとなる。イギリスのカクテルレシピ本、ザ・フローイング・ボールによれば、かつてアメリカのテキサス州の草原で、病気で死に瀕した男がカキを食べたいと言い出し、仲間が苦心の挙句に草原大鳥の卵を入手し、カキに似せて調味して与えたという話が由来とされる。 味ではなく、喉越しを牡蠣に見せたとの解釈もあり、生牡蠣を好むニューヨーカーが、牡蠣のない季節に代用で飲むとも言う。二日酔いに効くともいい、特にアメリカ西部では有名な二日酔い対策である。卵黄を崩さないように注意しながら、グラスに入れ、そこへ他の材料を加える。逆に、ソース、ケッチャップ、ビネガーを混ぜた中に卵黄を落とし、胡椒を振るという作り方もある。 飲む際には卵黄を崩さないように一気に飲むのが正しいとも卵黄を砕いても構わないとも言う。バリエーションとしてケチャップではなくトマトジュースを用いることもあり、唐辛子の粉末、タバスコ、セロリソルト、塩などが用いられることもある。ウォッカ、ブランデー、バーボン、ウイスキーなどを用いてアルコール仕立てにする場合もあるが、これは二日酔い対策として飲む際、 迎え酒の効果を高めるためとも言われる。ありがとうございます。